こんにちは、兄です、思わず買っちゃいました。今日買ったのはエレコムのヘッドセットです。型番は HSHP13BK、 まあブラックだから BK なのかな。お値段は3000円ちょっとですね。なんで買ったかっていうと、もともと僕ゲーマーでゲーム大好きなんですけど、ちょっとねここ3年ぐらい全然やってなくて、で友達のしのしのくんからこれですね、ビデオキャプチャーデバイスをもらったので、まあ、ちょっとね実況動画みたいなのとかもやってみたいし、あと久しぶりにまあねオンラインでゲームもしたいなっていうところで、まあそうなると人と話した方がねいいので、まあ買ってみようかなと思って買ってみました。でこれを選んだ理由はもう全くないです。もう普通に店頭に行った時にパッと見て、なんかこれでいいかなみたいな感じで買ってみました。ちょっとね1000円ぐらいのはしょぼそうな感じだし、ぶっ壊れそうなんで、まあ3000円ぐらい出しとけばいいんじゃないぐらいな、そんな適当な感じです。とりあえず開けてみましょうか。中身はヘッドホンとあとマイクですね。でマイクはここにピンジャックがついていて、ここにこう挿してこんな感じでくっつけるみたいです。でケーブルが 1.8 メートルあります。そして、途中にボリュームとマイクのオンオフのスイッチがついてます。接続部分はマイクとスピーカーのジャックになっています。でここの部分なんですけども、痛くなるんですよね。でこれは高いやつ買ったから痛くないかっていうと、そういうわけでもなく、高くても痛い時は痛いと、で安いやつは確実に痛いと、まあその程度のもんなので、まあここら辺はそんなに僕は気にしてないです。うん、それではですね、ちょっと実際使ってみましょう。はい、とりあえずですね、なんとなくセッティングしてみました。イヤホンの性能としてはまあそんなに良くはないですね。音質はいいとは言えないです。まあ普通にこと足りるぐらいな鳴り気しかしないですね。でマイクの方は今喋ってるんですけど、どれぐらいで撮れてるのかちょっと正直わからないので、まあこの上がりをね、まあ皆さんと同じように聞いてどう思うかみたいな感じになっちゃいそうですね。まあとりあえずはね、実験なんでやってみましょう。で一応セッティングとしては声がメインなので音楽はちょっと低めな感じに設定してるんですけど、ただこのキャプチャーデバイスも今初めてこういう感じでやってるので全然やり方わからないんですよね。だからバランスも何もちょっと本当にわかんないです。まあ、とりあえず行きましょう。でゲームすっごい久しぶりです。で気になってたデッドライトっていうね、ゾンビゲーム、これちょっとやってみましょうか。まあ普通にプレイですね。Just like sharks. When they stop moving, they die. 実況動画ってこういうシーンってどうするんですかね。飛ばすんですかね。普通にこう流してみんなで見るもんなんですかね。すっごいこうそういうのわかんないんですよね。なんかその実況動画を見るっていう習慣がないんですよね。見るぐらいだったらやった方がいいっていうのがあるから、だからなんか、自分がじゃあこれ実況するってなったらこういうシーン結構飛ばしちゃいたくなっちゃうんですよね。でもストーリーがわかんないからあった方がいいのかな。でもゲームって結構ストーリーどうでもよかったりすること多いんですよね。まあいいや、ちょっと見ていきましょう。まあ、こういうよくあるパターンですね。身内がゾンビ化したパターンですね。で、このニット君が主役かな。キャップのおじさんはあれですね、スーパーナチュラルに出てくるおじさんに似てますね。
radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. これみんなで逃げるパターンですか? Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. 妹死ぬパターンっていうのがなんかどっかで見たようなウォーキング系ですか。あれで妹死ん、あ、これ見てない人がいるといけないんで、次の山行きましょう。Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day, a day like any other. The world was dying, and we were its survivors.この絵の感じとかはいいね。さて、あ、みんな上から行っちゃって、あ、シルエットスタイルですね。で、横スクロール、歯車がついたので X で調べることができると。で、まあさっきのお姉ちゃんの死体ですね。She's been shot point blank in the head. こういうのって何回も調べなきゃいけないパターンあるんですよね。You're free now, Carla. Some of us aren't so lucky. おしまい?おしまいかな?一応後ろのこっちの方も行ってみようか。で、左上のあのプラスがきっとヒットポイント的なやつで、心拍みたいな、あれは何ですかね、心電図みたいなやつは。まあやってるうちに出るでしょう。 A でジャンプ。なんか変なとこでしかジャンプできない。あ、このこれを引っ張るんじゃないのね、ここね。お、奥にもいますね。X に返すと足アイコン付きのドア蹴破れる。よいしょ。おお、ゾンビ来た。来れないね。登ったら死んじゃうのかな。いけないや。じゃあ先行きます。何何? The wood is rotten and the planks are weakened. これもうあれですね、ここフラグですね。抜けるんですね、そうすると。まあいいや、そのうち抜けるんでしょう。おお、あ、やべやべ、来てる来てる来てる。後ろ来てる、どうすんのどうすんの。あ、これこれ。早く早く早く。おお、段差来るじゃん。これ登ってこないよね。みんなでシアトル行くね。で、何したの今。ラジオ止めただけ。まあいいや。一応助走つけてジャンプ。おお。X の長押しで重量物を掴む。前後に動かして移動。こういうことか。あれ?さっきの床だ。床を落とすんですね。
さあみんな一緒に潰されやがれ。よいし、よっしゃ、落ちた。下でぶら下がる。で、B を押すと飛び降りる。おいっと。大丈夫、降りても。よいっと。あ、矢印みたいな三角ポッチが出るのね。あ、やばいやばいやばい、なんか上から降ってくる。怖い怖い怖い。よしと。あ、声がしたよ今。LT の長押しでしゃがむ。はい。周りにあるものを利用して敵を攻撃。緑のボタンを押して敵の上に物を落とす。これか。おお。すごいすごい。さあ外出たよ。 The light. Once again, the light of a new dawn. あーいるね。でもこれも、あ、こっちに来てる来てる来てる。あ、なるほどね。奥行きのある世界は敵側にはあるけど自分の方にはないのね。届くのかな。よいしょっと。登れ登れ。で、あれに捕まんの。よいしょ。おーよし。で、降りると。走りながら、RB の名押しダッシュ。さらに、ストロングジャンプ。よいしょ。はい、ベンと脱出した。ああ、車だ。乗っけてってくれよ。まあ、いや、よかったね、脱出できて。よし。Y で敵を挑発。でビリビリすんのね。はい、ビリ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 で、ジャンプでいいのかな。お、これはダメージ受けるかと思いきや全然受けなかった。止めると。救急キット、肉体の傷を治す。心の傷は別だ。しかし今は必要ないと。ああ、減ってないからか。よいしょ。これはジャンプであの柵を越えるかな。ダメージ受けそう。まあいいや。あ、落ちた。意外と反応が良くないのかな。あれ。違う違う、ボタン間違えてた。 A ボタンだよ、ジャンプは。違うボタン押してた。よいしょ。ほいっと。おーおーおーおお。どこ行くのこれ。これ体当たり。なんかこっから出たい気がするんだけど、なんでこうまた中に入るかな。まあいいや。よいしょ。
86年7月4日、独立記念日。よいしょIt says here the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. で、こっちは行けんと。下に行けと。ね、RB の長押しで素早く滑り降りる。シーッと。これなんかあるっしょ。よっ。例の携帯ゲーム機か。何例の携帯ゲーム。わからず。まあいいや。あ、怖いの、なんか出てきそう。なんか刺さってるよ、人が。うん。まあ大体こういうのはどうでもいいことだな。ランダル泳げない。深い水は避けろ。でもとりあえずジャンプで行かなきゃいけないんでしょ、これ。ダッシュジャンプ。いいよ。キュッキュッと回して、水が引く。これはジャンプね。これ下も行けんのかな。あ、水があるじゃん。ダメじゃん。これ水を引かせなきゃいけないのか。ゾンビになりたくないね、ここでは。お、やばい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 。なんか、いると思ったけど。来るのね。うわうわ、足速い足速い。追いつかれる追いつかれる。早く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 。おぉ。あぶねえ。バーカバーカ。えい。またロングジャンプ。よいしょ。やばいやばい。落ちる落ちる。セーフ。救急キット。いるよ、なんか。お、抜けた？抜けました。いや、なんか実験なのになんかどんどん進めてやっちゃった。まあ、うん。とりあえず実験こんなもんで終わりましょう。はい、どうでしょう。正直ですね、ヘッドセットをそんなに何個も使ったことがあるわけじゃないので、いいのかどうかはわからないです。ただですね、今まで僕使ってた Xbox のしょぼいヘッドセットに比べれば、まあ確実にいいってことは間違いないですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。